レンタ3番893番小池太郎です。今回のお話は指名手配犯小暮博士52歳、2021年現在で52歳です。警視庁指定重要指名手配被疑者。事件は群馬県一家3人殺害事件。1998年1月、群馬県高崎市で電気工事事業を経営していた男性48歳、妻48歳、男性の母85歳の一家3人が殺害された。小暮は殺害された経営者の長女の勤め先に出入りする運送会社の従業員で、長女に勝手に好意を抱き何度も長女を誘った。職場で顔も合わせるし業者と揉めたくないと思った長女は一度だけ小暮の誘いを受けた。案の定苦手意識だけが増した。長女は勤め先の店長に相談し、小暮が店に来るときは会わないように隠れさせてもらうことにして小暮を避けた。すると小暮は長女に対してストーカー行為を続けた。まあ、ここまではねよくあると言ってはいけませんが、まあこのストーカーとかもう勝手な思いで勝手にね好きになって相手のことも考えずにそういう行為を抱いて、抱くまではいいです。でもこのストーカー行為をするってことはもう立派な犯罪なんですね。でまあこういったことが近年はねもう事件だと、もう今まではそれってね何ともできないような状況だったのが、まあこういったことも警察はストーカー禁止法というもの、いろいろなその犠牲がありながら法律が変わり厳しいね処罰と対応してくれるようになったんです。まあそういうようなことなんですが、やはり必要な電話、家までの追跡、運転する車の尾行、何度も誘いを断るが小暮は懲りずにつきまとう。事件の数日前、小暮は会社の掲示板に辞めますと書き残し失踪。ある日長女が帰宅すると玄関に突っ立っていた小暮と向き合った。長女の説得で小暮は長女には何もせずに逃走した。その日長女は外出中であった。小暮は家族に長女に会わせろと要求するも無限に断られた。当たり前ですよね。これはそれは当たり前だし、本当はもうここのところで何らかのね対処をしなきゃいけなかったと思うんですが、するとね勝手に家に上がり込み鋭利な刃物で男性の胸部、妻の背中を刺し、何の抵抗もできない祖母を絞殺したって、もうちょっとこれ尋常じゃないですよ。結局私が思うのは、最初にこの長女の方が嫌な気持ちをがしたこの小暮に対して好きになれないっていうのは、こういうことをするとは予見はできないけど、そういう何かを感じてやっぱり嫌がってるわけで、正しいんですよね。彼女が嫌がるっていうのは本能的に正しい感情とか気持ちをしたい、それを断った結果がこれというのはさすがに納得いかないというか、いくらその仮にですよ、そのあしらいが冷たかったとか、まあ何かいろいろ嫌な思いをしたと言っても、それは何の言い訳にもならないと思います。でその後長女が帰ってきて家族が全員倒れていることを発見し警察へ通報したと。もうこの女性の気持ちたるやね、もう本当に辛いというか、もう何とも言えない状況だと思うんですよね。犯行後逃走した小暮の愛車は黒の日産シルビア、群馬33も8670。小暮の銀行口座には動きがなく、本人も車も足取りが途絶えている。小暮は警察に見つからずに死ぬ方法があると友人に話していた証言もある。あのテレビなんかでもね、警察24時とか指名手配特集みたいなものでもね、よくこの小暮の事件とかっていうことは報道されてるんで、ああこのシルビアのっていう風に特徴がある車なんですね、思い出す方もいると思います。で懸賞金が300万円、特徴が身長170センチぐらいですね。体格は痩せ型、重長。情報提供先が群馬県警察本部、電話が027-243-0110ですね。指名手配に使用されている写真は20年以上前のものであるため、現在ではまあ様相が変わっていると考えられます。事件当時は30歳前後、現在は52歳である。偽名の使用も考えられる。特徴的な目と眉毛、胸長の輪郭、髪の毛も白髪混じりになっているかもしれません。まさかという近所の人が、もしかしたらこの小暮かもしれない。警視庁指定重要指名手配犯被疑者、群馬県一家3人殺害事件。1998年1月、事件は30年以上前になります。この記憶とかそういったことももう忘れてる人も多いかもしれませんが、まあ確かにこの顔の写真から見てこの人だっていう風に、こうだ
って思うことはなかなか難しいかもしれませんが、こんな事件があった、こんな悲惨な事件があった、でこんな理不尽なことがあったっていうことをですね、忘れないようにしていただければなっていうふうに思うんです。こんなの防ぎようないじゃないかっていうようなことですね。今でこそ先ほども言ったようにストーカー禁止法っていうことがあって、こういうことでは警察も速やかにね逮捕とか動いてくれるっていうことで、まあ勝手に知らない人に娘に会わせろって言って親が対応する、もうこの時点で一発110番しちゃいます、しちゃえばいいことなんですけど、当時はそういうことじゃなかったっていうことなんで、まあ時代背景が違えといえどもですね、こんなことがあったっていうことだけはどこか心の片隅に留めおいて、まあ何かの時にね、この顔、まあ、昔はねこの顔にピンときたら110番なんていう言葉がありましたけど、違うかもしれないとかってね思うかもしれませんが、間違ってても警察の人が迷惑だとか怒ることはないんで、間違ってるかもしれないけど何らかのことを思い出したり気がついたら連絡するっていうことをためらわずにねしていただければな。かといってだからってね、なんかふざけたようなことはねやってはいけませんけど、まあちょっと皆さん一度この指名手配のどういう事件だったかということをですね、理解していただければなというお話でした。以上です。